それでは最初に、みんなで声を上げていきたいと思います。どうもご苦労様です。します。せーの、原発なくそう、原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対、再稼働反対、原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対、再稼働反対、仙台原発再稼働反対、仙台原発再稼働反対、九電は再稼働の申請をやめろ、仙台原発再稼働反対、再稼働反対、言い方原発今すぐ入ろう、伊方原発今すぐ入ろう、再稼働はさせないぞ、再稼働はさせないぞ、四電は再稼働の申請をやめろ、四電は再稼働の申請をやめろ、四電は申請を取り下げろ、知事は再稼働を推進するな、知事は再稼働を推進するな、知事は再稼働を推進するな、伊方原発今すぐ入ろう、再稼働はさせないぞ、再稼働反対、再稼働反対、仙台原発再稼働反対、仙台原発再稼働反対、今すぐ入ろう、今すぐ入ろう、すべての原発廃炉にしよう、再稼働反対、再稼働反対、福島の子供を守ろう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 、福島の命を守ろう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 、原発労働者を守ろう、原発労働者を守ろう、原発労働者を守ろう、すべての原発廃炉にしよう、すべての原発今すぐ廃炉、再稼働反対、再稼働反対、原発廃炉、原発廃炉、伊方原発今すぐ廃炉、伊方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないぞ、再稼働はさせないぞ、
再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。四電は再稼働の申請をやめろ。四電は再稼働の申請をやめろ。四電は申請を取り下げろ。知事は再稼働を推進するな。知事は再稼働を推進するな。知事は再稼働を推進するな。一方原発今すぐ入ろう。一方原発今すぐ入ろう。再稼働反対。再稼働反対。原発入ろう。原発入ろう。再稼働反対。再稼働反対。再稼働反対。はい、ありがとうございます。冒頭に先ほどちょっと述べましたけれども、おそらく多くの方がそのことをしゃべるので、一応まあ、最初のとこだけ、この愛媛新聞の9月11日付のとこの最初のとこだけ読めばいいかなみたいな感じで、仙台原発新基準適合。規制委員会は、再稼働は、今年の冬以降だというようなことが出ておりますが、原子力規制委員会は10日、定期会合を開き、九州電力仙台原発1、2号機、鹿児島県薩摩川内市の審査結果をまとめた、審査書を正式決定したと。再稼働の前提となる新規制基準への適合を認めるのは初めて。今後工事計画や保安規定に対する規制委の認可や地元の合意手続きが必要で、再稼働は今冬以降になりそうだということで、書いてありますが、記者会見でですね、規制委員会の田中俊一委員長は、運転にあたって求めてきたレベルの安全性が確保されたことを確認したと説明しましたが、その一方でリスクがゼロだとは申し上げないと述べ、結局誰も安全は保証してないわけですね。はい、まあ、そういう形で非常にまあ許しがたいことですけれども、仙台原発を、規制委員会が、これはね、審査書で、基準に適合しておりますと、いうことをですね、まあ、出したと、この写真にも出ております。これは当日の、原子力規制委員会前で抗議行動する人たちの写真ですけれども、まさにまあ今日本日ですね、先ほども申しましたように、宮殿の本社や各支店前、そして全国でですね、この仙台原発再稼働の、審査書決定という本当に許せない暴挙に対して、みんなで一つになって怒りの声を上げていきたいというふうに思います。最後までよろしくお願いいたします。まあ、導入部は以上でみたいな感じなんですけどいろいろ喋りたい方が今日はいるんじゃないかなと思うのでそそくさと始めていきたいと思います。どうも、ご苦労様でございます。ご通行中の皆様、そして県庁で今日も遅くまで残業をしてくださっている職員の皆様、私たちは、伊方原発の再稼働を許さない、そして何よりも福島第一原発の事故収束、このことに全身全霊をかけて立ち向かいたい、その決意を持ってここにまた今日立たせていただきます。福島第一原発の事故収束なくして全てのものの未来はない、私はそう思います。時間となって福島へ向かいましょう、そのことをお願い申し上げたいと思います。そして今平野さんからも お話がありましたけれども、なんとか基準に適合したそうでございます。しかしながら
その避難計画は全くできておりません。仙台原発もできておりません。そして、我が伊方原発もですね、これ、8月の末の新聞の情報なんですけども、30キロ圏内の、社会福祉施設ですね、社会福祉施設の避難計画、287施設あるそうなんですけども、そのうち策定したのは142施設、49.5% が策定したというふうに新聞は報じました。県もそう発表しております。しかしながらね、その策定したというのはですね、もうとんでもない49.5% がありまして、避難の受け入れ先が決まっているのは、皆さん、たったですね、287のうちのたった1施設だけです。避難先も決まってないのにですね、何の策定ができたんですか。とんでもないですよ。もうこの避難計画、もうやめてくれってお願い申し上げましたけど、発表してからでも何年経つんですか。いまだにそんなことができてないんです。仙台もそうです。できておりません。全くできておりません。それはね、無理なんですよ。レベル7かもしれないし、あるいはレベル1かもしれないし、そんな、曖昧な前提の中で実効性のあるものは僕はできないと思います。廃炉に向かって燃料を一番安全な状態に置いて、そして避難計画を立てれば、そこに初めて実効性のあるものが私はできると思います。その廃炉に向かうその決定なくしてですね、そんな避難計画がありません。もう2兆ベクレルですよ、2兆ベクレル。そのことが何を意味するのか私はさっぱり分かりませんけども、私たちはもう福島第一原発の現状からの、今の福島第一原発からの避難計画を立てなくちゃいけないんじゃないですか。目を覚ましましょう。しっかりとそこへ立ち向かいましょう。その決意を持ってください。ご通行してもらえばぜひですね、そのことをしっかりと考えてまいりましょう。そんな中で今日の今朝11時45分に毎日新聞が配信したネットのニュースなんですけども、政府の原子力防災会議、これ議長さん、なんやら心臓さん所らしいですけども、この人ですね、仙台原発の避難計画をどうも了承したそうです。避難計画をですよ、避難計画を、これ規制委員会がやりませんから、安倍さんが、内閣がですね、了承したそうでございます。これは内閣府の原子力防災担当者が安倍さんに、あとはこんなのができましたけどって説明したら、安倍さんはですね、具体的かつ合理的になっていることを確認し了承したと、こういうふうにおっしゃったそうでございます。もう一度お申し上げます。仙台原発の避難計画に対して具体的かつ合理的になっていることを確認し了承したというふうに安倍晋三首相は述べたそうでございます。ところが現場の、本当に30キロ圏だけじゃないですよ。本当に不安に、恐怖に怯えていると言ってもいいと思います。何ら避難計画なんかできてません。ほら、命を粗末にしてですね、そんなに天気がいりますか。いらんと思いますね。命の方が大事です。たったその願いをですね、どうしても成就させたい、そんなふうに思います。改めて思いました。私たちは仙台原発が再稼働する前に必ず伊方原発を止めます。ご通行中の皆さん、どうか力貸してください。一緒に歩みましょうよ。仙台原発が再稼働する前に伊方原発を止めましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうちょっと力強いなとか、あまりコメントを加えない主義なもんですから、皆さんに喋っていただくと、なんかプレッシャーだったりかな、とても内容のない話でしたみたいな、そういうことで。すいませんでした、失礼しました。よかったらお願いいたします。安倍晋三さんなる人が了承したその避難計画の中身っていうのが、今日ニュースでね、結構流れてたんですけど、5キロ圏内はとにかく避難すると、それから20それ以外の20キロ圏内の人は、自宅待機だと。
それで放射線の線量が高くなってきたら避難する方針を出すというふうに言っておりました。はい、なんというひどい計画なんですけどね、うん、だから5キロ圏内の人が逃げるときは周りの人は逃げないから、その道が混雑してなくてちゃんと逃げられる、そういうもうなんて言いますか、わけもわからない想定でそういうことを言って、まあ、了承しているわけですけど、はい、本当に、まあ、そのニュース一つ聞いただけでね、まあ、この人たちは地元住民を見殺しにするんだなということは非常によくわかりました。はい、すいません、よかったらお願いします。どうも、ちょっといろいろありまして、昨日お伺いしたんですが、ここの人が、それから西原さんにとって、山本さんも、これ、もうみんなバラバラでしたね、まとまっていったらいいので、ガソリンはもったいないけど、僕は別件があったんで、バイクで走っていったんですけど、まあ、話は聞いてましたけど、僕は250のバルス乗ってますけど、なんと西原さんなんか僕より5連敗やのに、90の株で来るけど、話は聞いとったけど、恐れ入れました。負けました。ということで、鉄道も僕はっきり見たかったけど、なんかまた頑丈になっとったんですね、あれ、なんか変わってですけど、とあと何点かありますけど、自分自身の不当解雇のでやっと労働審判今日いうことで行ってきました。でちょっと上が違うんですけど、一応改造も入っていったんで印象用にしようと思って。いや、労働審判のまず裁判所がおって専門の審判員が2人おりますから、その人たちを含めて喧嘩じゃないですかね、同意を求めないかもね。で事前に送ってきた1日前ぐらいに送ってきた資料を見たらお粗末なんですよ。求人状況の 22.9 っていうのをその職案が作ったみたいな言い方するわけです。何を言うとんじゃと、まあ、半分だけはしときました。で大掛けにね、なんていうかね、ずさんなというか、だから僕が出したのが7月24日ですから、それが何日かとないんだけど、未だに向こうは僕が言うたことに対する口頭では反応してきてるけど、それも根拠のない反応で、具体的に再保留について説明する、それが資料ができてないというんです、未だに。わー、おかませやん、僕のほんで、友達が僕もずっと Facebook 使ってて、結構いろんな分野で専門の人、詳しい人おるんで、そういうことも全部アドバイスしてくれるんですよ。本当に強い味方なんです。で、山本さん、喧嘩したりかんで、喧嘩はしやすいけど、本当、喧嘩するところがもう幻になりましてね、大粗末なんです。で、大分県職案がそんなことをね、こんなにしたらやんって言うわけないんですよ。職案の友達おるわけで聞いたら。で、この件についても、審判員おるところで明確に申し上げておきましたけど、これは嘘ですと、はっきり言って。僕は、全然違うよいうことで、職案に何回も抗議に行って、最後に、所長が謝ってくれたのに聞いてもらったらわかると。で、宗教規則もね、その現場がそこの映画館の前なんですけど、で本社が来るかと、来たらいつでも出るよって言うとるんで、そんなこと一切聞いておりませんと。でそれについても解雇言うた日についても、その日に至っても一切見せてないわけですよ。でこれはひどいんで、監督署僕は行きましたと。で監督署は現地立ち入りで指導してこっちに持ってくるような話になっておりますという話も調べてもらったら分かりますので、全部判断してきましたが、ということで次はまた10月の4日なんで、あと2回の審査なんで、審議なんで、まあむちゃくちゃやっとるけん、なんとか勝てるかなって、まあ最近来られてないけど、弁護士も心の友達もおりますし、ね、相談しもって頑張りたいと思います。ということで、あと一つ実はこの前その仙台の関係で28日もあるんですけど、僕は28日は隅田君に座われて、林さんも一緒なんですけど、愛媛の何ちょっと宣伝してもらって、愛媛の歌声祭典があります。これが仕事持ってますけど、よかったら28日の1時半からなんですけど、夕方ぐらいまで、で僕も実は隅田君がギターを始めたのは、かつてもう何十年前ですけど、僕は町山地区労働共同闘争会、地区労って言います、青年部の役員してた時に、
労働者増加闘争ということで、あの歌声喫茶って中身は違いますよ、あの夏メロとかそうじゃないですか、まあ戦いの歌とかそういうのが多いんですけど始めました。でその時に墨田君が来とって、で、あんたがせ、まあ、あの仕掛けたみたいじゃないけど、そういう話がありまして、逆に今度は墨田君からそういうこともあるでしょうと、あの先輩としてぜひ力を貸してほしいんでね、もう年とさそんな力ないけど、まあ言うんでこの前から言ってるんです、そういうのがありまして、あります。で、それと実はこの前、その仙台で、その仙台、いや何を言うかまた、その28日が仙台行けんので、この前31日に行ってきました。あのそれで、その前から実は知り合ってるんですけど、あの北九州で、あの瓦礫を北九州と大阪省とばらまきましたよね。その時を中心になった村上佐藤さんという女性がいらっしゃるんですけど、お子さんの中においでるらしいんだけど、ここを若さんという式でお会いしたんですが、あの彼女は僕はこうやって県庁前でギトロンで勇気づけられて、僕は逆にね、みんなに支えられてると思ってますから、ちょっとかけ直すと思ってます。で実はあの暴力団の構想で、あの北九州はどうだったんで、今日の新聞からなんか、あのこの間からあの北九州の暴力団の工藤会ですかね、トップが逮捕された、それにあの関して彼女が記事を書いてました。ちょっとあの長くないんで、ちょっと読ませてもらえます。僕これは非常にね、この記事見てね、この方素晴らしいなところだなというふうに思いました。で、あの私の父も殺されたと、衝撃ということで工藤会のトップの逮捕のことを書かれてるんですよ。で、アメリカの財務省をして最も暴力的な組織と言わしめ、全国で唯一特定危険指定暴力団に指定されている工藤会、北九州の市民を狙った複数の襲撃事件に関わったとして、そのトップが9月11日、昨日ですかね、に逮捕されましたと。北九州の上空をヘリコプターが飛び交い、大変物々しい雰囲気だったようです。ということで、そこからあの中身が始まりますが、でそのこれ村上さんのことなんですけど、私はその北九州市在住です。7年前に東京から転居してきました。何も知らないとは恐ろしいこと。転居して間もなく、工藤会本部の直前に面した緑地にカブトムシを放ち来たのですが、大勢の黒服に睨まれても何だろうとのんきに思ったものでしたと。でその後 にあの311が起きるわけですよね。で2011年311以降、私は原発避難者のお話し会を始め、環境省の瓦礫広域反対に反対処理、瓦礫広域処理に反対、北九州市議会が前回一致で受け入れるというのは賛成したんですよね。放射物を含んだ瓦礫処理の反対運動を高架から中心に進めてきたわけですが、環境省や阪神元の宮城県に交渉に行ったりね、数々の政治家にも会いましたと。多くの市民や弁護士、環境ジャーナリスト、社会タッグを組み、何としても年寄りかなく、動いていました。その中で北九州の漁協の問題が出てくるんですけど、北九州漁業協同組合の組合長に海を守るために受け入れに反対してくださいと何度も何度もお願いできました。瓦礫の埋め立て地は海に面していたのですが、近くにも突撃訪問しました。この組合長が良かったらしいんですが、組合長は私の訪問の時、あんたも何番目と長い時間をかけて話を聞いてくださり、個人的には大変可愛がっていただいたと思います。事務の方から中身さんが来ると組合者が喜びますから、どんどん来てあげてくださいねと言われるほどにあの可愛がってもらったんです。でその、市民の話を聞いてくれない市側に対して組合長が市民との話し合いを持つよう説得、やっと市と交渉の場も実現しました。漁協の支所長すべてを招集、幹部と市民との意見交流の場も一度に限らず設けてくれました。漁協は幹部会一致で受け入れ反対を決意、その立場を最後まで崩さず市長の漁業訪問も断っています。でそういう中で昨年12月この組合長は拳銃で撃たれ殺されました。それをニュースで知った時の衝撃、周囲から
何があるかわからないから距離を置いた方がいいと強く言われ、抗議に出向くことは断念。その後、新たな組合長候補も銃撃されるという事件も続きました。沿岸の埋め立てなどに絡み、市からの漁業保障を長年してきたけれど、対する部分の暴力が16年前にも当時の組合長は殺されていると。財政受け入れにも補助金が動いている。ファン都市が財政受け入れに反対する中、なぜ北九州市議会だけが全開廃していけるか反省したのか、闇の世界。同様に産廃業者との闇も深い。地元の事情を知る人から、瓦礫問題には深く関わらない方がいい、帰国忠告を受けたり、恐怖から反対運動から去っていた人がいたのも事実。瓦礫反対を訴えて出演したメディアに市から横やりが入ることもたびたびでした。でも私にとっては、ただただこの国の間違った政策や市の行政が許されなかったのです。今でもその気持ちは全く変わりありません。避難者の方たちが二重被爆に怯える気持ちも痛いほど分かりました。絆という甘美な言葉で国民を騙した国家、騙された国民、全てイカ様、それだけにこのリアルな殺人事件は非常に大きな衝撃です。こういう記事があったんです。で、僕これ読んでたら本当類戦もともと弱いんですけど、ふと目頭が熱くなるっていうか。で、僕はすぐで Facebook はいろんなやり方あるんですけど、人の記事を自分のところ持ってく、掲示板みたいなことでね、持ってくことができるんですよね。で、村上さんにシェアしますよってコメントつけて、僕はそれでこの方は本当に去年の5月まで全く知らなくって、Facebook では自分がいろんな人の公開してる記事は、自分が見てこの人が気に入ったんだったらリクエスト送って承認すれば、お互いがやり取りもでき、やり取りはしなそれじゃなくてもできるんですよ。そういうシステムになってるんです。でこの方から大阪経由で、大阪はもう瓦礫反対している友達がいっぱいいて、経由でこの方がリクエストいただきまして、でその頃はあんまり気にもしてなかったんですけど、自由さは気にもしてなくては僕も自分でやることがあって意識してなかったんですけど、本当にこの記事を見て、この前お会いしてちょっとだけですけどお話しして、本当に素晴らしいなと思って、少しこの人は本当は本物だなということで、僕のところに記事を持ってきました。でこの方は YouTube なんかにもこの前の映画の監督誰やったか浜中さんの浜中ひとみさんとか亀山のお子さんが対談してる YouTube なんかに書いてありますので、よろしかったらご覧ください。本当に僕は向こうの村上さんに励まされるっていうけど、僕は逆にそういうことで勇気づけられたという思いで、彼女の思いを込めて聞こうと思います。どうも。はい、ありがとうございました。よかったらぜひお願いいたします。県庁で遅くまで働いている職員の皆さん、通勤通学帰りの皆さん、私たちは伊方原発の再稼働に、これ絶対反対です。そして、仙台原発の再稼働も許さないということで声を上げています。こんばんは。今日の新聞でしたかね、東京電力福島原子力発電所のお亡くなりになられた吉田さんの表情が出ていました。まあ、公開するとかしないとかいろいろ議論があったけれども、最終的には公開したんですが、そんなこともあって2011年ですかね、3月11日に何があったのかとちょっと振り返ってみました。正確性を作るために目を押してきました。3月11日の14時46分が起こりました。それから約1時間後の15時42分午後3時42分には全電源喪失ということになりました。電気が来ない、電灯が壊れている。私などは最近になって知りましたけど、
原子力発電所というのは外部からの電源がなければ24時間以内に爆発することが確実なんですね。従いまして本来であれば3月11日の4時前後あるいはいろいろ努力をして、4時5時6時だとしても原子力発電所は爆発する恐れがありますよと住民の皆さんに警告すべき段階でありました。そこで事態はそれからますます深刻になっていきます。18時ごろ原子炉の中にある燃料もですね確か2メートルぐらいでしたか長さ4メーターですかね先端部分が露出してきた。燃料棒は水で覆われているんですが覆われている限りは安全なんですがだんだん水が漏れてきて循環しないからね熱を持ってきて蒸発をして燃料棒の頭部が露出したのが18時だそうです。19時30分には燃料棒がもうそこまで丸裸になってしまう。下の方に水はあるけれども燃料棒は全く水に浸されていない状況になりました。こうなると絶対に爆発することは間違いないんですよ。事実実際には21時ごろ原子炉内の温度が2800度になったそうです。2800度というのは私たちは100度ぐらいしかしないですね。例年タバコが700度ぐらいでしたかそういうものしか知らないんですがそれこそ福島原発の事故で初めて教わりましたけど大体鉄でも1700度が来ると溶け始めるそうですね。なんと2800度まで午後9時にはなりましたからもう本当に爆発が秒読みになりました。爆発のスタイルとしては水素爆発これが最も恐ろしいそうですがあるいは水蒸気爆発どれかはあるいは核爆発どれになるかはわからないけどもう爆発することは目に見えてきてるんです。実際にも3月15日の15時36分に水蒸気爆発を起こしました。水素爆発を起こしました。ごめんなさい水素爆発を起こしました。誰も住民には知らせてないんですね。東電の本社と原発との間ではやり取りがあり一部の政府の部局も関与していたようですがいざ爆発して被爆をする危険にさらされるのは地元の住民ですから本来住民に知らせるべき段階ですが知らせませんでした。あと2号機3号機ずっといろいろありましたけどいずれも情報は隠蔽したのは事態は推移しました。実はこれも後から知ったことですが化学工場などで火事が起こったりして爆発する危険があるとそこの従業員がそれを知ったその瞬間に直ちに管轄の消防署に連絡することになるらしくてそれは上司の判断でなくても従業員個人が危険を好めないから化学工場が爆発しそうだと爆発する危険があるという連絡を消防署に入れることになっているそうです。ところが原子力発電所では爆発する危険が生じてもそれをどこに連絡するかということも決まっておりません。今もなお仮に連絡を受けても連絡を受けた消防署なりがどう対応していくかわからない。先ほど避難計画のお話もありましたけど今でも3年半を過ぎて今もなおその状況が続いているわけですよ。それにもかかわらず原発を動かそうとする悪魔ですよ悪魔人民を何とも思ってない悪魔私はそうとしか思いません。そんなものが権力を握り金の力で無理やりに仙台原発をあるいは伊方原発を動かそうとすることは絶対に許してはいけないと思います。ご通行中の皆さん日本中でただの一機も原子力発電所が動いておりません。電力需要の最も高くなるこの夏原子力発電所がなくてもちゃんと過ごすことができたわけです、はい、危険な原発を動かす通りは
全くありません。皆さん、伊方原発を廃炉にするために共に力を合わせましょう。はい、ありがとうございました。今日は12日ですけど、去年のですね、9月の15日、夜遅くだと思いますけれども、大井原発の4号機が止まって、全原発が停止して、もうすぐ1年ですね、津波も今おっしゃったように乗り切ったということで、もう全部このまま止めたままですね、行こうじゃないかということですね。はい、よかったらお願いします。はい。昨日私も伊方に来まして、この三崎の風という伊方の家ニュースというのをいただきまして、まあいろいろこう書いてあるんですけれども、今、地元のですね状況ということで言うと、仙台まあ地元の自治体がずっと反対決議を上げているんですよね。で、それを、まあ、どういう形で、まあ、かっこつき説得するのかよく分かりませんけれども、その説得をする前にとにかく先に再稼働を決めてしまったと、まあ、いうことで、かなり、まあ、その辺のことは昨日そのお話もありましたけれども、先ほど山下さんがちょっと言われてましたけど、今度9月28日にまた鹿児島でこれどこ現地なんですか、ストップ仙台原発再稼働、9月28日全国集会 in 鹿児島というのが、まあ、行われます。それからこの23日にはですね、まあ、ちょっと当初代々木公園だったんですけれども、いろいろそのデング熱の問題とかありまして、亀井の公園に場所が変わったんですけれども、さよなら原発のですね、23日の集会というのも行われます。ですから、こういった日々のというかですね、それぞれの地区での取り組みと、それから、まあ、そういった全国的な取り組みですね、一つに結びつけながら再稼働反対の声をですね、もっともっと大きくしていきたいなというふうに思います。はい、お願いします。電気熱の話は、どうも去年は今年よりももっと多かったんだそうですね、発病が。なのに何にも言わなかった。今年はえら早にからですね、また増えた、また増えたやるんだけども、また増えたいのが鼻が怪しいというのは、パッと見てこれは電気熱で相手分かる医者いのはそうおらんだろうと。で、きちっとウイルスを調べたりなんかした上じゃないと言えんのにね、やけに簡単に増えた増えた言えるのに、それでもまだ100件に達してないですね。去年は100件以上というように、これはもう本当に我々は何を信じていいのかという状態にあるようですね。こういうことを言おう奴らはアホな奴だと思う奴はそう思ったらいいけども、今に冷めに騙されるとこういう公算があるんですじゃないけどもね、それから仙台の再稼働決定に関して言いますと、区長は、規制基準は合格したというふうに言ってますね。しかしこれ自体は怪しいですね。600何十があるというようなのが本当にね、起こりうる最高の地震動になるか言ったらちょっと考えられるでしょ。国内で確認されたのが4000があるですよ。
で、仙台が2万0、九電が2万0のは元は、470割だったのを600に上げたということを自慢してるわけだけど、ようやった健康来だろうというような話ではないんで、危険がある可能性がある、あらゆる可能性を除くという意味で言うたらね、670ぐらいで、自慢する話にはならない。それでですね、規制庁は合格したというところが、誰かさんはそれで安全が確保された、だから原発再稼働は GO だと言うんだけども、規制庁の方から言うたらね、もし自分が OK と言うたらこうなるというのはもう分かってるわけですからね。何が分かってるか言うたら、わしの言うたを口実にして、安倍総理大臣は再稼働にゴーサージンを出すというのは分かってるわけですから、言うときにもうすでに責任を持ってるはずですね。本来なら政府が責任持つべきじゃなんかいうような話じゃないわけですね。ここのところも責任を追及していかないかんのじゃないかというふうに思います。それからですね、仙台原発の再稼働のニュースが、規制庁の許可が出て、安倍なんとかさんという人も OK と言おるという、それは踏みだらけなんだけども、OK というのがね、踏みだらけなんだけども、一応一歩前進した。残念ながらあんまり深く考える人も多いようで、どうも今度再稼働するらしいなというようなことを言う人がおるんよね、軽々しく。しかし、とてもじゃないけどそう簡単なものではないようですよ。先ほど明治さんも、友人さんか、明治さんか、明治さんも言いましたが、隣の串木野市というところでは住民過半数、住民の半数以上の人が反対の署名に加わっておりますし、20キロ離れておりたかな、姶良市というところでは、ここは議会がはっきりとですね、再稼働反対、廃炉、これを議会が決定しておるというふうにですね、向こうも決して、向こうの我々と同じ立場の人も決してね、やられそうな、もう社内なんか言っては言いよらせんのですよね、戦いの隊列を整えております。1万7000通というパブリックコメントが寄せられたということですが、数だけ上げて何書いとったかは何も言いませんけども、1万7000人の人が意見を言うたら、正しいものや怪しいものを含めてあらゆる可能性のあることに触れておるはずですね。だから本当にそのコメントを尊重するつもりだったら、1万7000人のコメントをいただきました。で、再稼働に決定しました。こんな話には絶対ならんはずですよね。そういう点でもですね、これはするべきことをステップを踏んでないと思います。ということで、仙台もとてもじゃないがすんなりとゴーサインが出て再稼働ということにはならん。むしろ我々は頑張って、そうしてないか、できるんじゃないかというふうに考えられると思います。しかし、同時にですね、伊方のこともほっといたらですね、お前らなしよんの、仙台仙台言うて伊方どうなったんという話になると思うんですが、伊方の運動も強めていかなきゃいけませんね。大分県あたりでは動きが非常に活発なようでね、あちらの20何だかが伊方原発に対する意見書を決めたり相談したりしよる、こういう段階でもあるしね、運動は決して諦めたものではないんですよね。
ということですが、司会の方がね、知事は再稼働に反省するなと、いうこれコールを上げていますが、中村知事は反省すべきじゃないのはもちろんですがね、はっきりと意思表示をしない知事なんかは認めんぞと、ね、あんたは泣かないよという宣言も、せないかと思うんですね。そういうことも視野にして、考えていきたいと思います。長い話が続いとるんだけども、時間もたっぷりありそうなので、なぜかしら皆さん内弁慶になってあまり言わないからね、もう一点、加えます。インドの ODA が6000億円、6000億円というお金は大変ですけども、これは実はインドに貸す金なはずですね。で、平野さんの話によると、この前の話ですが、インドの首相がやってきて、契約ができると思ったら不成立だったな。なぜかというと、インドの方がですね、事故が起こったら責任持ってくれと、つまり弁償すると、こういう話を条約の中へ1個入れてほしいと言うたらですね、東芝や三菱がね、それは困るって大反対して、結局契約が成立せなかったそうですよ。これはまあふざけとるね。事故は起こるかもしれません、しかし、日本のお金で買うてあげ、作ってあげます、その代わり事故は知りません、こういうことを公然とこう、ね、言うとるわけですね。こんな話らしいんですよ。元の話に戻しますが、日本のお金で、インドに原発を作るというのは、つまりインドの人のために作るんじゃなくて、日本のメーカーのために作るであります。日本のメーカーに仕事を作ってあげるというのが主な狙いなんですね。ですから、インドの人が原発ができて、まあ、繁栄するとして、その、いいところの大半は日本のメーカーが持っていくと、こういう構図だと思うんですね。そこへ事故が起こったら、それはあんたのインドの責任よとやられたら、これは普通はそんなことなら嫌だというのが当たり前ですよね。でね、辺野古の埋め立てのことが、一品の大きな話題になっておりますけども、一つその前にね、岩国基地のと思います。岩国というところは、私の頭の上を飛行機がいつも飛んで、米軍の基地があったんですけども、住民の住んどるところと近いので、騒音防止のために滑走路を沖合へ移転すると、こういう話でね、現在の、それまであった滑走路の、沖合に埋め立てして、沖合を埋め立てして、新しい滑走路を作ったんですね。こうしたらですね、今まであった滑走路もそのまま残しておいて必要な時使う、こういうことにしたもんだから滑走路が日本になったよね。おまけに今までは東亜の海岸だったのに、この沖合に移転した滑走路の端に、港を作りましたね。というようにね、米軍の艦艇がそのまま岩国基地へ着岸できるような施設を作ったよね。というようにね、次々と悪いことやるんですね。辺野古の移転もそうです。アメリカはそこまで要求してなかったそうですよ、軍事滑走路やるのね。ところが日本側の思惑で、ああしたりこうしたりしよるうちにああなったんだけども、その思惑というのは、メーカーが商品屋やね、これがそれじゃ困る、こうしたらもっとこう仕事が困るというような話で決めたことらしいですね。ですから、あらなもん作ることは不当だけども、そこでお金を投下されたとしても、たくさんのお金が投下されたとしても沖縄の潤いにはならない。
また日本の貯金屋が持って帰ってね、そしてその金を元にしてさらに悪いことをしようとする、こういう構図になるわけでね。その意味でも原発も一緒、レオンション位置も一緒、なんと許すな、そういう方向を持ちたいもんだと思います。ごめんなさい、長らって。はい、出番だよ。はい、はい、やらさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さっきのインドの話ですけど、インドに原子力総代賠償法っていうのがありまして、さっきも言われましたように、原発を動かしている会社だけじゃなくて、その原発のプラントを提供した会社に対しても賠償を求めるという法律があるんですよね。で、今世界中で原発ビジネスが結構繁盛しているのは、そうじゃなくて提供メーカーには責任は及ばないという協約を世界中の多くの国が結んでいて、でその下で結構自由気ままに原発をこう売り始めてるわけですけど、でインドは85年ぐらいになんかアメリカの化学工場の大事故があって、一晩に2500人、全部で2万5000人の人が亡くなるような事故があって、でそれ以外その法律ができたわけですけど、で、まあ、そういうところで何を彼は考えているかというと、その事故は起こるということを、まあ、辞任しているということと、絶対責任は取りたくないということの、ね、まあ、辞任だと思いますよね、本当ね。あ、すいません、それで、歌をやりたいんですけど、ちょっと今日ヘッドギアを忘れてきまして、すいませんが、チンバ、あ、最近ウィシャローオーバーカブを、8小節前奏やって1番を2回歌います。胸の傷が痛い。
されて何をしているのか答えられないなんてそんなのは嫌だ。今を生きることで熱い心燃える。だから君は行くんだ微笑んで。そうだ嬉しいんだ生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも、ああああアンパンマン優しい君は行け。みんなの夢守るため2番です。何が君の仕業で何をして喜ぶ。わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。忘れないで夢をこぼさないで涙。だから君は飛ぶんだどこまでも。そうだ恐れないでみんなのために。愛と勇気だけが友達だ。じゃあ今日は久々に3人で、Bye.
経済産業大臣が誕生したそうでございますけども、まあ、母親としての不安、心配はあるけれども、原発はやりますということをおっしゃいました。で、まあ、まあ、公安内でブロックされてますというた、その、ナーベさんのね、あれを踏襲した後に、2000ベクレルというような報道もありました。小出さん、本当に誰に任しますか、この原発の後のことを。お宅にもお子さんお二人おいでる。行かせますか、福島第一原発に。うん。今のまんまで私は子供たちに任すわけにいかんですね。今私たちが全力でそこへ立ち向かってこそ、その姿勢を見せてこそ、私は次に子供たちにお願いする、資格があると、そういうふうに思います。今のようなことですね、他の原発再稼働してたり、輸出してたりして、後のことは任せる。頼むぞという資格はないと、思った私はそう思います、ね。しっかりと考えていただきたいと思います。それから、愛媛県も少子化は、非常事態宣言です。全国で少子化は非常事態宣言です。そして何が非常事態宣言かというと、それに対する対策がないのが非常事態なんです。これまでやってきたんです。で、これまでの政策はですね、お金を使ってきたんです。子ども手当、私もいただきました。いただいてます、今も。すみません、いただきながら言うのもなんですけども、未来世代の分を使って、未来世代の分を使ってですね、現代世代が、なんか良くなってるような気はしますけども、結果としてはやっぱりそれは結びつかないと思います。健全な財政状況の中で、少子化の対策のお金を増やしますよ。それならですね、効果はあれば、貯金を繰り崩してやります。そういうなら、現れると思いますけども、残念ながら今はそうではないというふうに思います。ジェル先生も先週ご紹介してくれました。国の借金は過去最高を記録してますし、さらに借金を増やしながらですね、子供たちに負担を背負わしながら、そして松浦さんも教えてくださいました。40年では無理だ。40年では福島第一原発は終わらない。ということはですね、もう本当にこれからもう生まれてくる子供たちに託す以外にないんです。そういうことが分かればですね、今何をすべきか、とにかく一つでもいいから、子供たちの負担を減らすことしか僕はないと思います。どのことからでもいいと思います。子供たちの負担を減らしてやりましょう。そのことが大事だと思います。そして、まずは、福島第一原発に立ち向かう姿勢を、私たち大人が見せましょう。小渕さん、あなたがその先頭に立ってください。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今のと関連して、昨日の池田の門前で聞いた話なんですけどね、徳島から来る、新会館、というののメンバーなんですけどね、彼がこういうこと言うよね。現在あなたがどうかというだけではないんですよ。これはあなたの子供、孫に関わることですよ。そこまで考えてやってくださいよと。本人と言われてみりゃその通りでね、私がイエスのノーの言う、そういうことになるなしに、次の世代、その次の世代に責任を持たないかというところから考えないとね。そういうことだと思います。はい、ありがとうございました。よかったら。バイバイ。体温なんて寝ようとするのはおろかですよ。早く帰ってくださいよ。僕は早く出てるから言うからね。今のはほんの冗談ですから、心を傷つけられないようにして聞いてください。お願いします。先ほどは実は参議院販売のことを言いましたけど、私は今の福島のことについても少し考えてみたいと思います。まずはお断りしますけど、私は中学校高校の頃から理科というのが大嫌いでございまして、何億ベクレルとかね、どなたかも言ってましたけど、シーベルトとシートベルトの区別も十分知らないまま、シーボルトもシーボルトもわけのわからないまま一生懸命勉強はしてるんですけど、私が申し上げたいのは、やっぱりいざああいう事故が起こればですね、私たちは自らの頭を使って、私のように理科が大嫌いなものであっても勉強をして、
そのことによって一つ一つの物事を判断していかないといけないんじゃないかなと思います。何年か前に新潟の柏町開発原発ですが、あそこで火災事故が起こりました。その時には放出された放射性物質は3億ベクレルだそうですね。これで日本中が騒いでいました。ところが今3年半経った今もなお福島第一原発ではそれに等しい放射性物質が毎日出ています。毎日出ていてもマスコミを話題にしない、恐ろしい時代ですよ。しかもですね、自慢じゃないけど皆さんもそうでしょ、三国ベクレルってのはどの程度なのか全くわからないからね。しかも前から申し上げていますように、放射性物質も放射線も目には全く見えないわけですね。目には見えないから理科に弱い私も一生懸命勉強してるわけですよ。頭で理解するしかないのよ。頭で理解し計測器で計測するしかないわけです。それで言いたいことの一つはすぐ忘れますからね。言いたいことの一つは再飛散問題。あの3年半前に放射性物質がばらまかれました。学者によるとですね、当時の放射性物質の放射線量の3分の1から5分の1程度に減ってはいるそうです。減ってはいますが、依然としてばらまかれたものは残っているわけです。これが人体に全く無害になるのは90年後だそうですね。その学者さんのおっしゃるには、それが正しいかどうかの判断は私はできませんが、しかも放射性物質、何度も言いますけど、深いもので目には見えないけれども、間違いなく福島県はもちろんですが、東京の西部あたりも含めて、落ちたのは残っているわけです。それで、ね、約ですね、普通の土であれば、1年間で1センチ程度出荷するそうです。コンクリートの上だと、1センチ3ミリぐらいしか1センチ出荷しない。残っているわけですよ。風が吹くと明らかに再飛散するわけです。舞い上がる。台風などは別として、普通程度の風が吹いて舞い上がっているわけです。福島のあるいは関東の濃厚に汚染された地域は今もなお待ってるんですよ。目に見えないだけです。目に見えないから危険を感じれないだけです。きちんと計測すれば目に見えない部分は計測器には出てくる。何が言いたいか、特に身長の小さい子供さんはより濃厚に汚染されるわけですよ。例えばマンション暮らしの方でいうと、普通程度の風であれば4階から上ぐらいは洗濯物を干しても放射性物質は到達しないそうです。普通程度の風であれば3階から以下は舞い上がった放射性物質が付着してるんですよ。目に見えないだけです。繰り返します。しかも計測してるのはですね、セシウムだけしか計測しないね。ストロンチウムは全く計測するのに手間暇もかかるらしいんですけど、例えば大量に太平洋側へ大体放射性物質の放出量の9割は幸いと言っていいんでしょうか、土地ではなくて海の方へ行きました。海の方に行った放射性物質、これもセシウムしか基本的に継続してないんですよ。ストロンチウムが本当は怖いんですね。これは継続してない。ただその方が言われるには、セシウムは比較的重たいので、持ち合い1、2キロ程度に沈殿をしているでしょう。そうすると原発近海のカレイとかヒラメとかアイラメとか、そこの魚と、もう一つは海藻ですね、海藻類、その海藻を食べる小魚、小さい魚が比較的濃厚に汚染されているだろうと言われております。
幸いなことにマグロとかカツオとかはほぼ補填されていないようです。あまり魚でいうと基本的には千葉県沖から北海道沖まで濃淡はあっても放射性物質に汚染されているようです。千葉県からあるいはそこらこと神奈川から下あたりはほとんど汚染されたものは上がっていないようであります。日本海側の海上です。しつこく言っているのは3年半前に起こった出来事でなく今もなお日々放射性物質に人々は私たちも濃淡の違いがあっても侵され続けているということを伝えたいわけ。それが全くマスコミでは報道もされない。こんな異常な事態であります。もう一つ、この最近知ったことで怒りに燃えたことがあります。いつも怒りには燃えてるんですけど。実はね、日本原子力発電という会社があるのをご存知ですかね。これは、沖縄電力を所属電力会社が中心になって電池連といった電池事業連合体が中心になって作った。その昔私たちが若い頃、皆さん方も若い頃、東海村に原発ができたじゃないですか。すぐ近くにやがてあれは営業用ではなくて商業用ではなくて実験炉として、実験炉というかな、よくわかんないけどテスト機として作って実際に原子力発電所を営業用商業用に使おうという話になったときに東京電力を含めて誰も手を出さなかった。怖いから、みんなでやればみんなで渡れば怖くないというやつで日本原子力発電という会社を作って東海第二原子力発電所を作って営業を仕掛けました。その後敦賀に1号機2号機と合計3つの原発を持っています。この会社は昨年はまだの一機も動いていません。したがってここの会社は原発で起こした電気を東北電力、東京電力、中部電力等に売って儲けている会社なんですが、1年間一度も電気が売ってないのに売上高が1200億あるんですよ。それは電力会社が金を貢いでるんですよ。その会社が成り立つように電力会社が貢ぐ金は皆さん方私たちが負担してるんですよ、ね、ただの一機を原発で電気を動かして売る会社が今後1日も原発が動かない、それでも儲け腐っていると、こういうのがこの国です。話をしてるとだんだん意味良くないので誰か他の方が楽しい話をしてください。以上です。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、お待たせいたしました。私の方で今日の朝新聞、他の新聞も報道されたんじゃないかと思いますけど、政府事故調ですかね、吉田町長をはじめ19人分の調書の内容を公表してました。でかなり内容が膨大だったんで、朝からの仕事で全部読め取るわけではないんですけど、その、まあ、一人一人 の, その証言が、残されているわけですけど、その証言が正しいかどうかということは分かりませんよね。その証言の裏をこう取っとるわけじゃないから、その、まあ、吉田さんなんかもはじめ、まあ、政治家なんかはね、さまざまな思惑で発言をされてると思うんですけども、まあ、それをこう、読んでもですね、まあ、非常にその特に吉田町長って非常に長かったんですけど、3月15日ですかね、1号機3号機は水素爆発を起こした後、圧力容器に水が入る状態になってたそうですね。で2号機だけがその水が入らないということで、いずれその、圧力炉が、爆発して中のその燃料が溶けて
脱力容器を突き破って、格納容器まで到達して、それもその、破れると。そしてチャイナシンドロームという状態を、想定して、東日本が壊滅するということを、思って、もうその時のことは、もう思い出したくないというふうな、発言をされています。で、徳島第一原発で吉田さんという方がおられなかったら、多分もっとひどい状況になったんじゃないかというふうに思います。吉田さん自身も3月11日以前は、ああいう事態が起こるということは全く想定してなかった、考えてもなかったと。でいざその、電源が消失するという事態になっても本当にこう、パニック状態に陥りながら様々にできるようなことをこう考えたらしいんですけども、この、ただ一人の、能力というかね、そういうものに結局頼って、爆発を起こして、でそれが、あの状態で今日まで麻酔してて、さっきみたいにその今も毎日毎日数億ベクレルしてくれるという放射性物質を垂れ流しているということで、この状態をとってみても再稼働するということには絶対ならないと思うんですけども、自民党政権と電力会社が原発を推進して54基作って、で 3.11 の爆発時にはたまたまその民主党が政権を取ってて、それに対する批判攻撃がされてますけど、でそれがその民主党がまた自民党に取って代わって、今まだ自民党が、自分たちが作ってきた原発、そしてその政策をさらにまた同じようにやって、小渕優子経済産業省を、矢面に立たせて再稼働をしようというようなことは本当にこうどうしてこうなるんだと言うてんですよね、本当に。であと僕朝日新聞なんで、この間朝日新聞が、吉田町長の問題、そしてその、軍隊慰安婦の問題、そして、吉田町長、軍隊慰安婦の、誰でしたあれ、証言が嘘だったということを早くその認めていただくべきだったという池上コラム、この3つに対してその、誤りを報道し、それをその、長い間その訂正することなく、謝罪もしなくて、やってきたことに対する、お詫びの日の記者会見を開いて、で今日の新聞でも、ずっと述べてましたけども、じゃあその軍隊慰安婦の問題がなかったのかと言ったら、それはその政府も認めているように、河野さんを出した経過の中で認めているように、でそれはその強制的なその、連行と女性の人権というかですね、人間性をその損なうことがあったというふうに認めてますし、吉田町長についてもそれが嘘だった、事実をちょっと ねじ曲げ取ったということ で原発の事故そのものがなくなるわけでもない、でそれをそのためにする勢力はですね、そのことを取り上げて軍隊慰安婦の問題がなかった、日韓 その今のような状態は朝日新聞のそもそもの、誤認のせいだとかですよね。であるいはその 3.11 の福島の問題を、なかったかのように言うような、そういうようなことを絶対に許してはいけないというふうに思います。もとより朝日新聞の内容をその僕は全面的にその、賛成したりするわけじゃなくて、やはり朝日新聞自身のその大企業の、宣伝費や大半賛成したりですよね。で自らもその資本として、
経営をしているということで、まあ、相対的に、まあ、産経営を見るよりマシかなということで、まあ、取ってますけど、で、まあ、こういうことに対する事実を、まあ、頑張って伝えてほしいと思いますけど、そういうその、ちょっとしたことをこう取り上げてやるようなこうやり方ですよね。週刊新潮とか、週刊文春もそうですけど、この間はポストも現代もほとんどこう変わらないようで、その、まあ、朝日に対する攻撃とか、まあ、韓国や中国に対する、まあ、攻撃なんかしてますけど、そういうそのあり方を本当にこう、まあ、僕ら、中国、韓国の、まあ、仲間と、政府とはもう全然違う、権力者とはもう全然違うということで、まあ、連帯と団結も広めながら、韓国でのその反原発闘争なんですね、一緒に連帯して、全ての原発と、まあ、世界からね、全ての原発をなくし、味方原発の再稼働も許さないということでやってきたと思います。知事さんいらっしゃるんですかね。味方原発の再稼働は絶対許さないと。ゆるキャラのみきゃんが何位になろうが、そんなことは私たち関係ないと。ちゃんと命の問題に対して全力を尽くするようにお願いいたします。はい、ありがとうございました。あんまり時間もなくなってきましたが、よかったらぜひお願いいたします。あ、咳笑して偉そうに言うような話ではないんですけども朝日新聞の、ここのところあれを見るとね、どうもいじめグループの足抜けとかね、ヤクザの足抜けとかあれと読み取るような気がするんですよ。先ほどはちょっと朝日新聞に極めて、好意的な発言をされましたけども安倍政権ができた頃の朝日新聞はもう産経と読売とどっちがどっちかわからんような報道を重ねておりました。かろうじて週刊誌が本当のことに近いことを言うのは、週刊誌は定期購読じゃないから、売店に並んどるやつで思っていいテーマがあるやつが売れるわけよね。そうするとある程度のことを書かんともう商売にならんということで、本当のことを言ったんですが、残りのマスコミはワイヤーというのが定評であります。しかし朝日もここにところ来てね、どうもちんとしんどいなということで、本当に近いことを言うようになったら、周りがね、おいお前ら気になってなんじゃ元のあれを言い返すなら落とし前つけというような話になったんじゃないかと、こういう気がしますね。十分にアンフロン問題は誰かさんが嘘を言うたなんか言うとは違うんですよね。誰かさんの嘘を言うた嘘の部分があったということに過ぎるんですけども、同じようにですね、強制連行がなかったなんかいうのも、教科書の慰安婦の問題以外のところには強制連行が全部出ております。中国から強制連行した労働者を作るところですね、韓国からの強制連行の労働者を作ると、まあ、事実ですからね、書いてあるんですよ。ところが慰安婦のとこだけ嘘だ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 言って、今のいかんところは大きい声で言いさえしたら通る、間違うとろうが何だろうが、とにかく大きい声で繰り返し言うたら通るという状態になってるわけですね。破っていきましょうね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。早いのありがとうございます。はい、今ちょっと肩が戦いでした。大丈夫です。美味しいらしくて、お疲れ様です。今の話で思い出しました。つい最近ですね、私たちの原告仲間がジュネーブに行ってきました。国際人権規約の2年か4年に1回の総会があるということで、まあ、その中で私たちの不当解雇の問題を伝えたんですが、他にも日本はたくさんの問題があって、今の従軍慰安婦の問題、それから秘密保護法の問題、TPP、それから冤罪の問題ですよね。いろん
ろいろあって、それ全てが私たちの監督については ILO から出ているので、国連の方からは監督が出なかったんですが、他の問題では本当に中世のようということで、改めて日本政府に監督が課されたということです。で、その時に日本から大勢の日の丸救援の問題も入っているんです。地域のグループも来ていて、非常に一緒に行った日本人が懐かしい思いをしたと、今言ってます大声で出して、で、ね、日本と同じようにやって、もう世界中から大賓縮を買っていたということが仲間から報告されていました。パブリックスピーチも聞かない政府、この日本政府、日本社会は本当に民主主義がほとんど育っていない、未熟なんだというふうに思います。今まで私はそこまで思っていなかったんですけど、こういう問題が起き上がると、やっぱりそういう矛盾というか、社会の弱いところがえぐり出されるんだというふうに思います。で、同時にやっぱり運動も、それに対する運動も大きく広がっていくと思います。沖縄の問題もそうですし、やはりそういうふうに一つ一つ私たちがこう社会を発展させていく戦いをしているという自覚を持って、運動を続けたいというふうに思います。権力を持った人たちは、政府の人たち、それから電力会社の人たち、それから某航空会社の人たち、企業再生支援機構の管財人の人たちは、自分だけが幸せになれるというふうに思っているんだと思いますが、社会そのものが今、自治体も2040年には半分なくなろうとしている中で、自分たちが支える人が100年後見た時にはなくなってしまうと、で、会長そのものが今なくなって壊されてしまおうとしている中で、自分だけは幸せになれないと。自覚を本当に持ってほしいと思いますけど、私たちはお金も権力もありませんけれど、彼らから比べたら本当にピュアな生き方をしていると思います。日本全国の今運動している仲間にそのことを伝えたいと思います。熱心に頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。あまり時間もなくなってまいりましたが、どうしましょうか。と言いながら、ちょっと一言、先ほどの吉田長所の問題についてなんですけど、かなり慎重に接近していかなくてはいけないんじゃないかなというふうに思ってます。というのは、秘密保護法まで作って、国民に真実を伝えようとしないこの国がですね、あの長所を公開したのは、それなりに使えるというふうに判断したからだと思うんですよね。で、その中身っていうのは、東電の、職員さんが命を懸けて原発事故を収拾してくれたんだと。原発事故から日本は助かったんだっていう、そういう中身で使えるっていうふうにおそらく判断したんじゃないかなというふうに思うんで、そういう意味で福島の原発事故を終わらせるための、一つのキャンペーンとしてね、使えるものは何でも使うっていう、そういうやり方じゃないかなっていうふうに思いますから、慎重に中身を見ながら検討していかなきゃいけないと思うんですけど、そういう基本的な、批判的な見方っていうのをちゃんと持っていかないといけないんじゃないかなというふうに思っております。はい。ちょっと余計な一言になってしまうんですけども、ということで、私たちは仙台原発のですね、再稼働を絶対許さないと、それから伊方原発の再稼働を反対と、終わりがけに駆けつけてくれました。ありがとうございます。最後ではみんなで声を出していきたいと思います。よろしくお願いします。いきます。せーの、原発なくそう。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 再稼働反対。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 仙台原発再稼働反対。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 九電は再稼働をやめろ。九電は再稼働をやめろ。仙台原発再稼働を反対。仙台原発再稼働反対。伊方原発今すぐ入ろう。伊方原発今すぐ入ろう。再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。
4電話再稼働の申請をやめろ。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 4電話申請を取り下げろ。4電話申請を取り下げろ。知事は再稼働を推進するな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 。再稼働を推進するな。一方原発廃炉にしよう。一方原発廃炉にしよう。一方原発今すぐ廃炉。原発今すぐ廃炉。再稼働反対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 。原発廃炉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 。再稼働反対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 。はい、どうもありがとうございました。それでは本日の日方原発再稼働絶対反対の県庁前行動をやっていきたいと思います。どうも長時間ご苦労様でした。ありがとうございました。時刻は2014年9月12日金曜日午後7時32分になりました。こんばんは、愛知県愛媛中継市民の本の子です。以上をもちまして、本日午後6時からお送りいたしました。愛媛県庁前におります。原発災害での工事ごとの目を中継を終わりたいと思います。現在同時15名の方、歩いて55名の方見ていただきました。ありがとうございました。お知らせです。下の方に9月分の中継を入れております。近いもので15日月曜日祝日に、中継を行います。はい、失礼しました。9月15日月曜日午後1時からですね、愛媛県八幡浜市で行われます、中島哲彦さん、福井県明通寺の住職、それから、関西学院大学のパク・プンジュン、准教授によります講話の中継を行います。午後1時から3時頃までになろうかと思います。お二人それぞれの講話という形になります。よろしくお願いいたします。それから、この下の方ですね、9月20日土曜日、午後1時30分からですね、上原博子に講演会、脱原発社会は市民が占める、こちらの目を中継いたします。こちら伊方原発を止める会主催によります協会の中の講演となります。毎週金曜日の県庁前講演もよろしくお願いします。IWJ 他にも東京をはじめ、金曜日講堂中継しております。そちらもよろしくお願いいたします。はい、なんとか雨降らずに済みました。ちょっと雲が怪しかったんですけれども、なんとか済みました。ということで、ご視聴いただいた方ありがとうございました。今度は月曜日にお送りいたします。よろしくお願いいたします。それでは、本日は失礼します。ありがとうございました。命を。日本人。はい。マリオンと本当に能力なかったよね。